それでは皆さん、時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。改めて皆さんこんにちは。私は教育委員会で、教育総務課長をしております柳川と申します。学校統合の方を、担当しておりますので、今日私の方で、説明少しさせていただければと思います。ちょっと最初に自己紹介だけさせていただきます。失礼します。教育委員会で教育次長をしております宮本と言います。よろしくお願いいたします。なお本日は、小学校ごとにこの説明会を開催しているんですけど、今日この緑小学校が最後ということになりますので、これまで説明を聞かれなかった方たちも含めて、後でも見ていただけるように今日はズームの方で撮影というか、やってまして、で外部からも見えるようにしてますし、またこの後、録画したものを、ホームページの方にも載せれるように今考えてますので、ちょっとその点だけ撮影してるよっていうことだけちょっとご承知をいただければと思います。では座って説明をさせていただきます。はい、時間に、限りがありますので早速ですが本題にならせていただいて、現在の喜多方市では子どもたちにより望ましい教育環境を整えたいということで、これまで優先をして小学校統合の方を進めてまいりました。中学校統合につきましては、今日お話をするんですが、生徒数のさらなる減少などから具体的な配置、校数を含めて再検討するということにしております。実は以前の計画では中学校の校数は2校にしようという計画があったんですが、こういった状況の中で、どんどん子どもの数も減っているということで、校数も含めて、もちろん場所も、再度検討しようということにして今現在に至ってきております。教育委員会といたしましては、ソフト面ハード面の両面で将来の子どもたちの学習環境をより良くしたいということで、これから中学校の統合についてさらに検討して協議を進めていきたいというふうに今考えております。4月の中旬から各それぞれ小学校区単位でこの説明会を開催をしてきたんですけれども、先ほど言いましたように今日が最後緑小学校ということになりました。で、これから説明をし、その後ですね、保護者の皆さんの方に、統合に関わってのアンケート調査をしたいというふうに今思ってます。ですので来週ぐらいにはアンケートが届くと思いますので、スグールを使ってやりたいと思いますので、そちらのご協力をお願いをしたいと思います。で、今日はこの概要版という資料で説明させてもらいますけれども、もしホームページ等を見れる環境がある方はもう少し詳しいですね、検討状況の資料であるとか、あるいは今回こうやって説明会をしてきて、いろんなところで質問が出たりしたようなところをまとめたものをもうすでにホームページの方にも上げてますので、また、見れる環境の方はそちらの方も参考にしていただいて、アンケートにもお願いをしたいというふうに思っております。で、今日の概要版の資料なんですが、まず表の右上をご覧ください。生徒数の予測ということで、まず全体の生徒数を予測しています。令和4年度喜多方市全体で590人ぐらい今中学校生徒いるんですが、これを、見通すと約10年先、令和16年度には喜多方市全体でも370名ぐらいに減ってくるんではないかという予測をしています。で、これは今の住民基本台帳から言ってますので、もちろん転入とか転出とかそういうことはあるんですが、その点についてはちょっと考慮してない推計になります。で、左下、その生徒数予測の学校別というところです。現在緑中学校55名程度だと思うんですが、緑中学校でいくと、10年ぐらい経過をして令和16年度あたりには30名を切って27人ぐらいなってくるんじゃないかなという予測を今しております。
で、そういった生徒数の予測なんですが、右の下をご覧ください。まあ、項数の案と組み合わせということで、まあ、1項にしてしまえば全体の人数が入るんでこの通りなんですけど、2項案、仮に2項案ということで A グループ B グループに分けてみました。 A グループが吉田や千代緑、それから B グループが高宮幸田向井原で、もう1個3項案ということで ABC の3グループに分けてみました。で、 A は吉田や千代、B は緑高宮、C は幸田向井原、そういって分けた時の人数推定がこの右側の下の図になります。ご覧いただくように、 もし、3項案で B グループとした場合、緑高宮なんですが、でいくと、まあ、10年を経過してした時点で、まあ、緑高宮が一緒になったとしても大体56人ぐらい、今のちょうど緑中ぐらいですかね、まあ、そのような規模になるということを今予測をしております。で、裏返していただいて、もう一つは学級数なんですが、基本的に左上のところですけれども、学級数というのは、文部科学省が、学校規模の分類ということで、まあ、定めたものがありまして、まあ、小学校、中学校に適用されているんですが、標準的な学校の規模、まあ、標準規模というのは、全体で12クラスから18クラスということが定められています。これでいくと、今ほとんどの中学校は小規模、過小規模ですね。1学年1クラス、3クラスしかないので、大体吉田中以外は過小規模に分類されるといったことになります。これはちょっと文科省が定めたもので、そういうことなんですが、で、秋高田市において望まれる学校規模はということで、平成22年に学校規模適正化委員会というところから答申をもらってまして、秋高田市において望まれる学校規模は、クラス替えが可能な1学年複数学級で、1学級あたりの人数は20名から30名程度。ですから、これに近づくように、まあ、必ずこれになるということにはならないんですが、これに近づくように、これまで小学校の統合も進めてきたという経緯があります。で、中学校の現状で言えば、吉田中を除いたら、1学年複数学級が確保できているところは今ありません。ちょっとこの資料を作ったときには、幸田中も一部あったんですけど、現在のところは吉田中がクラス替えが可能なだけで、あとの学校はなく、1学年1学級の学校が全てであるという状況です。で、将来的にも1学級が20名から30名程度の規模は確保できないんではないかということを今予測をしています。で、その学級数の予測として右上の表になるんですけど、まあ、一項統合してしまえば、仮に10年先の令和16年度あたりを見ても、3クラス3クラス4クラスといった形で、複数学級は確保できるのかなという予測を立ててます。で、二項統合とした場合、まあ、これでいけば A グループ、B グループ分かれているんですが、ご覧いただけますように、B グループの方については、10年ぐらい経過をすると、もうすでに1年生あたりは1学年1クラス。これは今、40人学級ということが決められているので、単純に人数を40までだったら1学級というふうに計算した表なんですけど、まあ、そういうことで10年ぐらいすると B グループはもう1学年1クラスの学年が出てきてしまうという予測を立てております。それから次の左下、部活動の状況なんですけど、よく中学校の保護者の方、あるいはまあ生徒等も含めてなんですが、現在部活動の選択肢が非常に少ないということを言われることが多いと思います。で、実際、体育系のクラブにしても文化系のクラブにしても現状6校ですとなかなか選択肢が少ない状況で、もちろん規模が大きくなれば、そちらここに記載してますように、
選択肢は多くなっていくということは言えると思います。で、今日はちょっとここには書いていませんが、先ほど言いましたホームページの方には今現在でどこの中学校にどういうクラブがあって何人ぐらい所属しているという少し詳しい表も掲載してますので、またご覧いただければというふうに思います。それからもう一つ、その下なんですが、教諭等の定数配置基準というのが広島県で定められてまして、要は学校の先生が何人その学校に配置をされるかっていう基準なんですけど、簡単に言えば学級数が多ければたくさんの先生が配置をされるという状況にあります。で、特に中学校は、音楽とか美術とか技術、家庭科といった、専科の先生というんですけど、そういう専科の先生もこの一番下の表に書いてますように、通常の学級数に応じて専科の先生も配分されますので、今で言えば、例えば緑中3クラスなので、通常のクラスが3クラスだと専科の先生の配当基準は1人なんですけど、学校が大きくなってクラス数が多くなると、で15クラス以上になると特に4人配置をされる専門的な先生、そういった仕組みにもなっております。で、最後概略スケジュールというところを見ていただきたいんですが、実はここに記載してますように施設整備のことをちょっとここに記載してるんですが、今の現状の中学校6校とも非常に施設が古い、老朽化しているという現状があります。で、一番古い中学校は昭和42年に建てられたもので、その次に古いのは昭和44年に建てられたものということで、もうすでに50年以上経過をしてますので、設備にしても、耐震化工事は終わってるんですけど、いろんな設備にしても、機能的なところも含めて非常に老朽化が進んでいると。で、これからの学校施設っていうのはもう時代がどんどん ICT も進んで、で、ご承知のようにそれぞれ子どもたちは一人一台パソコンも配られてます。ですので教室で机の上に、教科書を広げてパソコンを広げてとかいうことになると、机の基準も古いですからなかなか狭くて、やりづらい状況もあったりして、で、教室そのものも規格が古いので、規格古いか今の規格なので狭かったりするんですね。よって、文部科学省の方も新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方といった、新しい学校、こういう学校を作ったらどうでしょうかというような最終報告書も今年の3月に出しています。ですからそういった文科省の学校の新しい在り方の最終報告なんかも参考にしながら、これから ICT 環境に適応した、で、少し大きい机を置いても大丈夫なように教室も少し広めの、今だいたい64平米ぐらいなんですけど70平米以上はあるような教室を作ったりだとか、コロナに関わっては換気機能、空調機能がもちろん整ったものであるとか、あとバリアフリー化とか、そういった新しい校舎を新しく作りたいと思っているんです。ということになると、それにはいろんな予算の、議決もいりますし、議会の条例議決は当然いるんですけど、それがあってから後に校舎の設計をして、で、校舎の工事に入ってということになれば、最低でも4年は、例えば今年を入れたとして4年はかかると思っている。いろんな課題ありますから、もっともっと実際かかる場合ももちろんあるんですけど、最低でも4年はかかるんじゃないかといったようなことを思ってますので、最後そこを概略スケジュールに入れてますように、いろんなハードル解決して条例議決予算措置があった後に、それからその次の年度から3年かけて施設整備をして開校ということですので、実際今の現役の中学生は次の新しい中学校の統合には間に合わないという状況なんですけど、そのようなこともあって今回は特に今から
統合中学校に向けては一番関わりの深い小学校、それもちょっと低学年の方がより深いのかもわかりませんし、就学前の、保育園の保護者の方が今から一番関わりがあるだろうということで、今回こうやって小学校単位で小学校の保護者の方と、それから就学前の保育園幼稚園の保護者の方を一緒に来ていただいて、こうやって説明会をしていると、まあ、いった状況でございます。はい、概略資料の説明については以上なんですが、冒頭言いましたように、これから来週にかけて、それぞれ皆さんの方に、学校統合に関わってのアンケートの方を配布させていただきますので、今日の説明とそれからまたホームページの方を見ていただいて、具体的には、校数は何校がいいと思いますかとか、いつ頃統合した方がいいと思いますかとか、あるいは統合するにあたってちょっと心配なこと、それから期待すること、まあ、そういったような4つ5つぐらいの説問になっていると思いますけど、またそれについてお答えをして、いただきたいというふうに思っております。はい、私の方の説明は以上で、ございます。本日は以上で、こちらの方の説明は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。